竹下大臣にもお出かけをいただきました。実はお二人にもと思ったんですが、竹下大臣、先週末、お会いをさせていただきましたので改めてお伺いをいたします。あの時は宮城県の女川町、壊滅的な被害を受けた町でありますけれども、復興のトップランナーということで大変に町長さんが頑張っていただいております。復興事業で最初の大型施設となる混浴施設、温浴施設です、ごめんなさい女川温泉ゆっぽっぽ、それから JR 女川駅の開業、大変に、すごい人でございまして、喜びの顔顔顔の連続でありましたし、それからもう小学生の子どもたちのあの本当に嬉しい喜びの顔、